レオネル・エンリケ・カンポス・リナレスは、ベネズエラ・トリヒージョ州・バレラ出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。2010年12月21日にサンディエゴ・パドレスと契約してプロ入り。2011年、A、A-9、ユージーニ・エメラルズでプロデビュー。1試合に登板し、防御率18.00だった。6月12日に、右ひいちの故障で離脱し、 トミー・ジョン手術を受けた。2012年は前年の手術の影響でシーズンを全休した。2013年は A 級フォートウェイ・インティン・キャップスで28試合に登板し、2勝1敗後セーブ、防御率2.2363奪三振の成績を残した。6月に A 級サンアントニオミッションズへ昇格。A 級サンアントニオでは26試合に登板し、1勝。 例敗にセーブ、防御率0.8843月三振の成績を残した。2014年はトリプル A 級エルパソチュワワズで開幕を迎えたが、11試合の当番で防御率11.70と結果を残せず、5月に AA 級サンアントニオへ降格。AA 級サンアントニオでは31試合に当番し、2勝7敗、1セーブ。 防御率5.6295奪三振の成績を残した。9月1日にパドレスとメジャー契約を結び、3日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビュー。4点ビハインドの8回表1種から登板し、0.2回を無安打無失点に抑えた。この年は6試合に登板し、防御率5.149奪三振の成績を残した。2015年は、 トリプル A 級、エルパソでプレーし、38試合に登板して2勝0、敗置セーブ、防御率2.9068奪三振の成績を残した。8月3日にメジャー昇格し、リリーフ登板したが、その日のうちにマイナー降格された。直後に戦線離脱し、8月5日以降の残りシーズンを欠場。結果的にメジャー登板は1試合のみ終わった。 2016年もトリプル A 級、エルパソでプレイし、37試合に登板して2勝1敗、1セーブ、防御率4.3262奪三振の成績を、残した。メジャーでは、自己最多の18試合に登板して1勝0敗、防御率5.7324奪三振の成績を、残した。サンディエゴパドレス時代2016年11月18日に、ウェーバー工事を経て、 トロントブルージェイズへ移籍した。2017年1月23日にフアングラテロルの加入に伴ってリーフとなり、27日に40人枠を外れる形で参加のトリプル A 級バッファロー・バイソンズへ配属された。開幕前の2月8日に指名投手枠で第4回ワールドベースボールクラシックのベネズエラ代表に選出された。シーズンでは開幕から トリプル A 級バッファローでプレーしていたが、4月22日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月28日にメジャー再昇格したが、29日にブレッド・アンダーソンのメジャー昇格に伴い、オプションでトリプル A 級バッファローに降格した。この年メジャーでは13試合に登板して、防御率2.6315奪三振の成績を残した。 オフの11月6日に40人枠を外れる形で、参加のトリプル A 級、バッファロー・バイソンズへ配属された後、7日に FA となった。2017年11月22日に、クリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。しかし、広島東洋カープが獲得することを前提に、12月20日に契約解除されると、同日中に、 広島から契約が合意に達したと発表された。2018年1月26日にマツダスタジアムで入団会見を行った。2018年2月11日転覆球場2018年は1試合の当番に終わり、11月14日に契約解除が発表された。ありがとうございます。